芥川龍之介作花全知内具の花といえば池の尾で知らないものはない長さは五六寸あって上唇の上から顎の下まで下がっている形は元も先も同じように太い いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである50歳を超えた内イはシャミの昔から内道上具部,部の職に上った今日まで内心では始終この花を苦に病んできた。 もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を活合すべき僧侶の身で鼻の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で鼻を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。 内閣は日常の談話の中に「花」という語が出てくるのを何よりも恐れていた内閣が花を持て余した理由は二つある一つは実際的に花の長いのが不便だったからである第一、飯を食う時にも一人では食えない 一人で食えば花の先が金りの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて飯を食う間中広さ一寸長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは 持ち上げている弟子にとっても持ち上げられている内部にとっても決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が草目をした拍子に手が震えて花をかゆの中へ落とした話は当時京都まで喧伝された。けれども これは内具にとって決して鼻を苦にやんだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池能の,の町の者はこういう花をしている全知内具のために内具の賊でないことを幸せだと言った。 あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したのだろうと批評する者さえあった。しかし内閣は自分がそうであるために幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったとは思っていない。内閣の自尊心は 最大というような結果的な事実に左右されるためにはあまりにデリケートにできていたのであるそこで内閣は積極的にも消極的にもこの自尊心の既存を回復しようと試みた第一に内閣の考えたのは この長い鼻を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって頬杖をついたり 顎の先へ指をあてがったりして根気よく鏡をのぞいてみることもあったしかし自分でも満足するほど鼻が短く見えたことはこれまでにただの一度もない時によると苦心すればするほどかえって長く見えるような気さえしたナイは こういう時には鏡を箱へしまいながら今更のようにため息をついて不祥不将にまた元の京机へ観音経を読みに帰るのであるそれからまた内部は絶えず人の花を気にしていた池能の寺は 僧具降設などのしばしば行われる寺である寺のうちには僧帽が少なく立て続いて夕夜では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている従ってここへ出入りする僧族の類いも甚ははだ多い内部はこういう人々の顔を根気よく物色した 一人でも自分のような花のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内部の目には紺の水管も白の帳も入らない。まして麹色の帽子やシーニ耳の衣などは見慣れているだけにあれども泣きがごとくである。内部は人を見ずに、ただ 花を見た「しかし鍵花はあっても内具のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて。 年がいもなく顔をあからめたのは、まったくこの不快に動かされての処理である。最後に、内部は内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども、 木蓮やシャリホツの花が長かったとはどの経文にも書いてないもちろん龍樹やメメオも人並みの花を供えた菩薩であるナイグは新誕の話のついでに食感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いた時にそれが花だったら どのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った内部がこういう消極的な苦心をしながらも一方ではまた積極的に鼻の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない内部はこの方面でもほとんどできるだけのことをした カラスりを煎じて飲んでみたこともあるネズミのいばりを鼻へなすってみたこともあるしかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないかところがある年の秋 内宮の用を兼ねて京へ登った弟子の僧がしるべの医者から長い鼻を短くする法を教わってきたその医者というのは元神丹から渡ってきた男で当時は長楽寺の具装になっていたのである内宮は いつものように鼻などは気にかけないというふうをしてわざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいたそうして一方では気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った内心ではもちろん弟子の僧が自分を説き伏せて この法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内部のこの策略がわからないはずはない。しかし、それに対する反感よりは、内部のそういう策略を取る心持ちの方が、より強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は、 内具のよきどおり口を極めてこの法を試みることを勧め出したそうして内具自身もまたそのよきどおり結局この熱心な勧告に徴ょすることになったその法というのはただ湯で花をゆでて その花を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐにひさげに入れて湯屋から汲んできた。しかし、じかにこのひさげ花を入れるとなると、 湯気に吹かれて顔をやけどするおそれがあるそこでおきへ穴を開けてそれをひさげのふたにしてその穴から花を湯の中へ入れることにした花だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのであるしばらくすると弟子の僧が言った もうゆだった自分でござろう。内閣は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も鼻の話とは気がつかないだろうと思ったからである。鼻は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内閣がおしきの穴から鼻を抜くと、 そのまだ湯気の立っている花を両足に力を入れながら踏み始めた。内部は横になって花を床板の上へ伸ばしながら弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内部のハゲ頭を見下ろしながら ここんなことを言った糸はござらぬかな医師はせめて踏めと申したでじゃが糸はござらぬかなナイは首を振って痛くないという意味を示そうとしたところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。 そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で「糸をあないで!」と答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちがいいくらいだったのである。 しばらく踏んでいるとやがて泡粒のようなものが花へでき始めたいわば毛をむしった小鳥をそっくり丸焼きにしたような形である弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言ったこれを毛抜きで抜けと申すことでござった 内閣は不足らしく頬を膨らせて黙って弟子の僧のするなりに任せておいたもちろん弟子の僧の親切がわからないわけではないそれは分かっても自分の花をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである内閣は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして 不祥不祥に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして渋ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして もう一度これを茹でればようござると言った。内具はやはり八の字を寄せたまま、ふっくらしい顔をして、弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた花を出してみると、なるほど。 いいつになく短くなくくっている。これでは当たり前のかぎ花と大した変わりはない。内閣はその短くなった花をなでながら弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおずのぞいてみた。花はあの顎の下まで下がっていた花は。 ほとんど嘘のように萎縮して今はわずかに上唇の上で育児なく残善を保っているところどころまだらに赤くなっているのはおそらく踏まれた時の跡であろうこうなればもう誰も笑うものはないに違いない鏡の中にある内部の顔は 鏡の外にある内部の顔を見て満足そうに目をしばたたいたしかしその日はまだ一日鼻がまた長くなりはしないかという不安があったそこで内部は図教する時にも食事をする時にも暇さえあれば手を出してそっと と鼻の先に触ってみたが鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで格別それより下へぶら下がってくる景色もないそれから一晩寝て明くる日早く目が覚めると内部はまず第一に自分の鼻をなでてみた 花は依然として短い。内具はそこで幾年にもなく法華経書者の子を摘んだ時のような伸び伸びした気分になったところが二、三日たつうちに内具は意外な事実を発見したそれは 檻から用事があって池の尾の寺を訪れた侍が前よりも一層おかしそうな顔をして話もろくろくせずにじろじろ内部の花ばかり眺めていたことであるそれのみならずかつて内部の花を粥の中に落としたことのある柔道寺謎は坑道の外で内部と行き違ったときに はじめは下を向いておかしさをこらえていたがとうとうこらえかねたと見えて一度にふっと吹き出してしまった。よう言いつかった下法師たちが面と向かっている間だけは慎んで聞いていても内部が後ろさえ向けばすぐにクスクス笑い出したのは一度や二度のことではない。 内具はじめこれを自分の顔代わりがしたせいだと解釈したしかしどうもこの解釈だけでは十分に説明がつかないようであるもちろん中道寺や下法師が笑う原因はそこにあるのに違いないけれども同じ笑うにしても鼻の長かった昔とは笑うのにどことなく様子が違う 見慣れた長い花より見慣れない短い花の方が滑稽に見えるといえばそれまでであるがそこにはまだ何かあるらしい前にはあのようにつけつけとわらはらわなんだって内具あずしかけた経問をやめて ハゲ頭を傾けながら時々こうつぶやくことがあった「愛すべき内具はそういう時になると必ずぼんやりそばにかけた不元の画像を眺めながら鼻の長かった四五日前のことを思い出して今は無限に卑しくなり下がれる人の栄えたる昔を忍ぶがごとく」 塞ぎ込んでしまうのである内部にはいかんながらこの問いに答えを与える妙が欠けていった人間の心には互いに矛盾した二つの感情があるもちろん誰でも他人の不幸に同情しないものはない ところがその人がその不幸をどうにかして切り抜けることができると、今度はこっちでなんとなく物足りないような心持ちがする。少し誇張して言えば、もう一度その人を同じ不幸に陥れてみたいような気にさえなる。そうして、いつの間にか消極的ではあるが、 ある敵意をその人に対して抱くようなことになる内閣が理由を知らないながらもなんとなく不快に思ったのは池の尾の相続の態度にこの傍観者の利己主義をそれとなく感づいたからに他ならないそこで内閣は日ごとに機嫌が悪くなった。 二言目には誰でも意地悪く叱りつける。しまいには花の領事をしたあの弟子の僧でさえ、内具は奉剣殿の罪を受けられるぞ、と陰口を聞くほどになった。ことに内具を怒らせたのは、例のいたずらな中道寺である。ある日、 けたたましく犬の吠える声がするので、内部が何気なく外へ出てみると、中道寺は二尺ばかりの木の切れを振り回して、毛の長い痩せたむく犬を追い回している。それもただ追い回しているのではない。鼻を打たれまい。それ、鼻を打たれまい。と、生やしながら追い回しているのである。 内閣は中道寺の手からその木の切れをひったくってしたたかその顔を打った木の切れは以前の花もたげの木だったのである内閣はなまじいに花の短くなったのがかえって恨めしくなったすると ああるる夜のことである日が暮れてから急に風が出たと見えて塔の風卓の鳴る音がうるさいほど枕に通ってきたその上寒さもめっきり加わったので老年の内部は寝つこうとしても寝つかれないそこで床の中でまじまじしているとふと 鼻がいつになくむずがゆいのに気がついた手を当ててみると少し水気が来たようにむくんでいるどうやらそこだけ熱さえもあるらしい無理に短くこしたで病が起こったのかもしれぬ ナイクは仏前に工芸を備えるようなうやうやしい手つきで鼻を押さえながらこうつぶやいた。翌朝ナイクがいつものように早く目を覚ましてみると地内のイチョウや土地が一晩のうちに葉を落としたので庭は金を敷いたように明るい。 塔の屋根には霜が降りているせいであろうまだ薄い朝日にクリンがまばゆく光っている全ンチン内具は瞳を上げた縁に立って深く息を吸い込んだほとんど忘れようとしていたある感覚が再び内具に帰ってきたのはこの時である 内は慌てて鼻へ手をやった手に触るものはゆうべの短い花ではない上唇の上から顎の下まで五六寸余りもぶら下がっている昔の長い花である内グは花が一夜のうちにまた元の通り長くなったのをし そうしてそれと同時に鼻が短くなった時と同じような晴れ晴れした心持ちがどこからともなく帰ってくるのを感じたこうなればもう誰も笑うものはないに違いない内部は心の中でこう自分にささやいた 長い花を明け方の秋風にぶらつかせながら。